クロナゼッパムは、ベンゾジアゼピン系の抗転換薬、スジシカン薬である。抗不安作用も有する。日本では1981年により、商品名ランドセン、リボトリールで販売され、適応は転換である。また、自律神経系統の疾病であり、抗不安作用も強いことからパニック障害の治療に使用されることも、ある。連用により依存症。 急激な量の減少により、離脱症状を生じることがある。中止の際には、前言が原則である。抗生新薬に関する条約のスケジュール法に指定されている。麻薬及び抗生新薬取締法の第三種無期精新薬である。日本における適応は以下である。リボトリール0 5ラム上神経発作を沈める。作用があることから、 むずむず足症候群にも使用されている。様々な睡眠事情行動の治療に用いることもできる。レム睡眠行動障害に低容量で良好な効果がある。クロナゼパムは脳の神経細胞の細胞膜に存在する側受容体のベンゾジアゼピン結合部位に採用し、抑制性神経伝達を強めることで、抗転換作用を示す。抗コリン作用を持つため、 次の患者に対しては近畿である。眠気、倦怠感、頭痛、集中力低下、体重増加、体重減少、イライラ、ふらつき、脱力感、失禁、性欲減退、興奮など、中止の際には、前言が原則であり、急な中止は、痙攣重積が発生することがある。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、 連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。非反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、 必要性を考え万全とした長期使用を避ける容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には日本の診療ガイドライン5つ日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ありがとうございます。